どうも、東海釣り三昧です。今回はキスの投げ釣りで使う餌についてなんですけど、池餌とは別に常にクーラーボックスとかのね、道具箱にストックしておけるようなね、代用餌。まあ、一般的にはパワーイソメとか。まあパワーイソメか。パワーイソメがね、一般的だとは思うんですけど、まあそれ以外にね、もうちょっとパワーイソメより環境に優しくて、んでパワーイソメより釣れるかどうかわかんないけど、まあ常にねクーラーボックスに入れといて常温で保存しといても大丈夫な生餌の池餌の代用餌をね作ってみようかと思います。素材は生きてる。生餌。今用意してあるのは、イシゴカイとゴールドです。ゴールドイソメとイシゴカイ。こちらを使ってね、保存餌を作っていきたいなと思います。とりあえず出そっか。今回はちょっとね、ごちゃ混ぜで、上からここだけを映すとなかなかグロテスクなので。ま、正面からでも多分わかると思うんでね。とりあえずこちら。生きた餌。イシゴカイとゴールドイソメです。じゃあこちらをね、締めていきます。締めるのに使うのは、味の素と、これはね、エビ粉。エビの粉。エビをすりつぶした粉です。これね、このままね、石粉ね、滑り止めの石粉としてこれだけを使うと、ぬるぬるになってあんまりね、意味がないけど、普通の石粉にね、混ぜて使えば、多少なりとも収穫効果があるかもしれません。っていうのでね、毎回使ったことがあるんだけど、これを一緒にね、混ぜながら、締めていきたいと思います。結構ね、白くなるぐらい。塩でやるよりも味の素の方がいいらしいです。あとね、エビ粉も混ぜてあげた方が、なんかいいらしい。ゴロゴロしたら、これをもう、これキッチンペーパーに包んで、これめっちゃ水分出るんで、ちょっとね、多めのキッチンペーパーで、くるんで、ビニール袋に入れて、まあ、この状態で一晩冷蔵庫に入れとくと、きっちり締まります。はい、翌朝です。こちらね、一晩冷蔵庫で寝かしたゴカイたち。はい、もうこのまんま冷凍しとけば普通の塩ゴカイなんだけど、これをね、あとは並べて乾かすだけです。天日干しでカリッカリになるまでね、乾かせばもう常温保存できるんじゃなかろうかと。これでいいか。風で飛ばないようにクーラーボックスに入れて放置しときたいと思います。虫が寄るかな。ドアップで映すもんではないかもしれませんが、塩昆布みたいになってる。鹿沼土もちょこっと残ってるけど、丸2日かなりね、真夏日だから35度ぐらいの気温になる日にね、まるっと2日間天日干ししてみました。この長いやつがゴールドだね。長いやつがゴールド。もうどれがどれだかちょっとわかんないや。もう干からびちゃって、匂いはね、ほぼあるけど、臭くはね、臭っとはならないね。
とりあえず完全に乾燥しているので、パッキパキです。まあ、ふにゃふにゃはしてるけどね。折れるほどじゃない。あ、でも折れるわ。折ろうと思ったら折れる。まあでもこの辺はちょっと折ってもいいかな。あ、なんか、スルメぐらいの感じ。ちょっと長いやつは折ってもいいかもしれんけど。で、あとはね、これをパックの中に入れて、湿気を持つとなんか臭くなりそうだから、シリカゲルと一緒に入れてさ、これでもあと、もう、クーラーボックスのね、中に一緒に入れておけば、ミイラ化した磯目。見た目的にはなんかちょっとあんまり綺麗ではないけど、使えそう。とりあえずこれで、ね、釣りをしてみたいと思います。今回の調光でやりたいことは、こちらのね、餌なんですけど、乾燥磯目。もう2日間炎天下の下で天日干しにした乾燥磯目です。ゴールドと、ゴカイが入ってます。こちらをね、使ってみたいなと思って、んで来ました。竿はトーナメントプロキャスターの35405。AGS って書いてあるけど、一番のね、穂先は AGS ではありません。AGS のガイドが折れて、地面に叩きつけて折れて、交換してあります。カーボンラッピングはしてあるやつですね。一応カーボンラッピングでチタンのガイドを止めてあります。結構ね、うまいこと言ってるし、何回か使ってるけど全然問題なさそうだね。リールは1級のトーナメントサーフです。で、暑くなったら帰る。今日はそんなね、日焼け対策もしてないし。っていうかな、ちょっとね、また手の甲だけ焼けてきたから、今日は若干日焼けしたいなと思って、時計もつけてません。時計焼けするの嫌で。でもこのゴムもね、ゴムもゴム焼けするのよ、このゴムの位置でね。それもちょっと嫌だな。ダメだね。これまだ、これ、ふやけるのに相当時間かかりそうだわ。ということで、ちょっと、イシゴカイを使って、釣れるかどうかの調査も、しておきますか。あ、ちょ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 。硬けりゃ飛ぶってもんじゃない。グレイブグレグレイブグレ6色出し切りぐらい6色出し切りぐらいだ。あ、6色半か。よし、出るかな。お、いた。なんかちっちゃい当たりが5色ちょい。6色の中の6色の終わりのラインだね。あ、全滅か。全滅だ。久しぶりに全滅釣ったわ。ぐちゃぐちゃになっちゃった仕掛け。やったわ。嬉しいな、全滅。全滅はね、縦に持つと多少持ちやすい。たまにヒレが立ってるとね、危ないんで気をつけてください。去年全然釣れなかったんだ、全滅。やったね。手前にいたね。いました。もっといっぱい当たりあったけど、外れちゃったかな。あ、食いが渋いのか？ 15 センチくらい。まあまあ、そんなちっちゃくはないね。15センチぐらい。まあまあサイズです。釣れるわ。とりあえず、魚は。よし、そろそろ、今日の本題に行ってみましょうか。
硬いね。餌持ちは良さそうな気がするけどな。よし、それじゃあ投げてみますか。グレイル。糸受け取って3食半ぐらいかな。こっから。ハゼ。ハゼ持って帰ろう。当たり分かんなかったよ。とりあえず魚は釣れました。渋いんかな、今日。乾燥磯も微妙かもしれんな。とりあえず次、乾燥5回。1、3、5が乾燥5回で、2と4に、まあ上からね、2と4に、普通の生きてる5回をつけてあります。魚がいないだけの可能性もあるんでね、これでどっちに食ってくるか。なんか当たったろ。なんだろうな、これ。あ、普通の5階に食ってる。やっぱ普通の5階の方がいいんかな。乾燥5階よりも。5本石5階にして、普通の生きてる石5階ね。で、全然、うんともすんとも言わなくて。で、ちょっと一回全部、また乾燥磯目にしようと思ったらね、当たったわ。とりあえず乾燥磯目も、当たるは当たる。ただ今日はテストするにはね、微妙だね。あまりテストには適さない日だな。石5回でも殻引くからね。またもうちょっと石5回で普通に釣れるときに、普通にっても毎頭毎頭とりあえず釣れるようなときにね、もう一回テストしたいね。暑い。あ、結構ついてるわ。5本針で4匹、魚がね。で、一番下だけキス。ああ、釣れるわ、乾燥5回でも一応。単純に魚がいなくなったりするんだね。暑い。ちょっともう、帰ろっかな。テストがそんなにちゃんとできてないんだけど、限界だわ。ちょっとね、別日です。こちらのね、乾燥磯目。結構ね、何回か使ってみたんですけど、水で戻してみたり、ガルプアライブ。これで戻してみたりして、まあ、釣れないことはない。ただ、じゃあ、この辺のパワー磯目とかと差があるかって言われたら、まあ正直パワー磯目でいいかなっていう気がしました。まあ持っててね、とりあえず餌がない時は使えるけど、ただやっぱり生き餌に比べるとかなり劣ります。めちゃくちゃね、反応良くて、もう餌ちょろんとでもついてれば食ってくるような時だったらこれでもね、食ってくると思うんだけど、やっぱね、こっちの方がちょっと渋い。釣れるよ？釣れる、釣れる。釣れないことはない。し、まあもう完全に乾燥しちゃってるんでね。クーラーボックスの道具箱の中にポイとこうね一緒に入れちゃってても多分大丈夫、長期保存は効くと思うんだけど、まあパワー磯目でいいかなっていう気がしました。という一応何回かね使用してみた感想をちょっとここでね挟ましていただきました。それではね、ここからは、いつも通りの晩酌をご覧ください。はい、帰宅しました。こっちが普通に生き餌。で、こっちが乾燥餌です。で、使用頻度的には乾燥餌の方が圧倒的に使ってたので、まあ、そう考えると、やっぱり生き餌の方が圧倒的に釣れるけど、まあ、乾燥餌もね、釣れないことはないということが分かりました。まあ今回はね、海水で戻したんで、海水じゃなくてね、普通の水で戻すとか、あとなんだ、ガルプ汁で戻すとか、
なんかちょっとね、戻し方を変えたりすると一緒ぐらい釣れるようになるのかなとかね、ちょっと帰りながらね、考えたりもしたんですけど、まあとりあえず釣れないことはないので、あのままね、腐らずにずーっとね、長期保存、常温で長期保存できるんだったら、まあ持っとく分にはありかなという印象です。ただやっぱり生き餌の方が今回は釣れました。それじゃあね、今回は全面をねフライにしてみたいんで、全面をねフライにして乾杯したいなと思います。よし、準備完了です。とりあえず飲むか。はい、いいね。最近ちょっと分厚いガラスのジョッキが好きで、ね、薄いグラスもいいんだけど、キンキンに冷やした時にね、ずっと冷えてる。この感じがいいね。ちょっと温まってきたか。まあいいか。それではお疲れ様です。乾杯。最高だね。夏だね。最高です。はい、今回のメニューはこちら。キスとゼンメとハゼのお刺身。ハゼはね、あんまりお刺身にするつもりじゃなかったんですけど、肝が結構ね、大きいのは入ったんでお刺身にしちゃいました。あとゼンメはね、ちょっと細く切って、んで、醤油と生姜で和えてみました。これキスね。んで、全面の煮付け、こっちの黄色いのは卵と、白子はね、2匹だけいました。で、これは、今から、こちらでね、揚げて、いただきます。いただきます。まずは、キスのお刺身から。わさび忘れた。まあ、いっか。キスのお刺身、いただきます。うん、うん、美味しい。ああ、うめえ。今日、一日で初めて食事した。一日水分しか取ってなかったな。ああ、全面の細作りの生姜。若干ね、味っぽさっていうか、青もんっぽさがあるからね、生姜合うんじゃないかなと思って。いただきます。うん。美味しい。カツにしたことは多分ないから、ちょっとね、それが楽しみなんですけど。いつもは煮付けにします。煮付けはめちゃくちゃうまい。ハゼの肝乗せ。今シーズン初だね。いただきます。うん、うん、うん。叩いてもないから、ちょっとね、風味が来るのに時間かかるけど。いやー、うまいな。ちょっとちっちゃいけど。ちっちゃいけど、うまい。本当はね、このちっちゃいハゼとか、ピンギスがもうちょっといっぱい釣れればね、それをこうやってね、プレスするね、せんべいメーカーみたいなのをね、この前買って。で、それでね、前回の兆候で釣れたピンギスを、骨ごとね、骨ごと、頭ごと開いてあって、そのままね、本当は焼いて食べるはずだったやつを、プレスして、せんべいにしてね、食べてみたらめっちゃうまくて。本当にぺったんこんなんの。今日はそれをやりたかったんだけど、それのサイズが釣れなかったので、また今度だな。全目の煮付け。これがね、めちゃくちゃ食べやすいんだよ。もう、鶏皿は欲しいけどね、そのまんまかぶりつけないので、骨が結構硬いんだよね。こう、もう、めっちゃ簡単にね、身が離れるんで、ポロ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 。で、それをまとめていただきます。うん。うまい。久しぶりに食べたの、全面。
でもね、全面ね、たまにね、強烈に臭いやつがいるんでね、注意した方がいいですよ。本当に臭いやつ、臭い。さばいてる最中にわかります。今日も一匹だけいた。お刺身にしようとしてね、分けたやつは、一匹とんでもなく臭くて。ちょっとそれは申し訳ないけど、廃棄しちゃったけど。時々いる前面。京都で前釣ったやつも臭かったけどな。前面の卵はなんかね、丸っこいのがコロッと入ってるんだよ。卵美味しい。さて、それじゃあ、揚げますか。まず、キス。うおー、めっちゃいい。んで、とりあえずね、適当な容器に入れて回すと、油がめっちゃ出るんで、これはやった方がいい。マジっていうぐらい油で、串カツをドブ漬けソースにつけて、あ、ちょっとソース濃いかな。まあ、いっか。いただきます。いただきます。もう、なんか怖い。もう、はっこい。うめっ。こちら、全面の串カツです。いただきます。うん。おお、全面合うじゃん、やっぱフライ。身がね、すんげえとろける感じになる。火の通し具合にもよるのかもしれないけど、すんごいとろっとろだな。うまっ。うん。もうお腹いっぱい。パン粉でお腹膨れるんだな。いやー、うまかった。ごちそうさまでした。保存用の乾燥餌でキスの投げ釣り情報でした。はい、それではね、どうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。